東京桜トラム荒川線の終点の一つ三ノ輪橋停留場は東京都荒川区にあります。荒川区ということは荒川が流れているのよね。それがこの荒川区には荒川は流れていないんです。近くを流れてはいるんですけどね。え？ほら、荒川区は実はこんな風に隅田川に隣接しているんですよ。おお、じゃあなぜ荒川区っていう名前がついてるの？実は隅田川はもともとは荒川だったんです。江戸時代初期に荒川の氾濫を防ぐために放水路を作ったらしいんですけど、それが今の荒川になり、旧荒川が隅田川になったということなんです。へえ、なるほどね。そんな歴史が。でもこの話、鉄道には全く関係ないよね。まあまあ、そこは私の趣味ということで。出た、ひなちゃんのうんちく話。